こんにちは。こんにちは。豆田津クッキングへようこそ。今日は第4回目の放送です。豆田先生、はい、大変好評でですね、4回目を無事に迎えることができましたけれども、今回は何を作ろうと。今回はチンスコを作りたいと思います。チンスコとは、あの有名な沖縄土産でよろしかったでしょうか。そうです、巨大なチンスコを作りたいと思います。巨大なチンスコ、だいたいチンスコといったら親指サイズといったところでしょうか。そうですね。ですが、私たちが作りたいチンスコはリコーダーサイズといったところでしょうか。リコーダーですね。はい、それは目がですね。はい、そうです。この番組毎回放送するたび急上昇にね、はい、YouTube 載らせていただいておりますので、そうですね、今回も急上昇に乗るように、はい、全力で努めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。出ていきましょう。はい、バラスティカ。豆田先生、はい、今回も準備するものすごく少ないですね、はい、そうです、簡単すぐできる、それが豆田津クッキングのモットーです。サオデさん、はい、もう材料の紹介お願いします。かしこまりました。本日の材料はこちら、岩塩、薄力粉、ラード、砂糖、以上です。なんとこの4つでですね、チンスコができてしまうということなんですけれども、まず、はい、ボウルにラードと砂糖、塩を入れ、柔らかくなるまでよく混ぜたいと思います。わかりました。はい、うちに混ぜるものはありますでしょうか。申し訳ございません、ありませんので、スプーンとしゃもじで混ぜたいと思います。失敗の予感がします。ちょっとまず入れるね。うん、うわ、すごい。いいんじゃない、とりあえず一旦これで入れる。うん、まあいつも通り砂糖は多ければ多いほど美味しいって沢出さん論なので、そう、ちょっと多めになっちゃってもまあこれは大丈夫っていうところでしょう。オッケーオッケー。ガン入れますよ。はい、小さじ1弱って書いてありましたので、みんな見てて、この入れるそぶりかっこいいから。かわいいよ、ダンシング岩塩。やば、入れすぎたわ。しょっぱくなってしまう。さあ混ぜます。はい、結構この混ぜ混ぜがね大事なんですよ。え、これ本当に本当にチンスコになる。いや本当不安よ、こっちは。でもさ、材料あれだけだったもんね。あれだけだったよ、絶対。だからなるはずなのよ。やばい、170度にオーブン予熱しとかないと、うん、やばい。予熱スタートしました。薄力粉を150g ふるい入れるんですけど、ふるい入れる、入れます。いいじゃん。これが果たして伸びるのかわかんない。はい、皆さんこんな感じになりました。もうなんかチンスコ、生チンスコみたいになりました。これを1センチぐらいの厚さに伸ばして、170度で予熱は終わりましたので、15分から20分オーブンで温めたいと思います。はい、すげえ、うちらチンスコもう達人だわってなるかもしれないもんね。なる、なんかチンスコ配っちゃうかもしれない、運命行った時とか、うん、これよかったらうちらお手製のチンスコですってチンスコお手製のチンスコっておもろくない。いきます。はい、緊張しますね。緊張する。じゃあ待ちましょう。はい、膨らんでるのカメラでもわかる。あ、まだまだだ。まだ、まだです。取り出しました。ちょっと粗熱を取ります。はい、バラスティカ。はい、皆さん完成しました。素晴らしい。見せます。はい、皆さんお見せします。はい、こちらです。こちらチンスコです。すごいでしょ、いい感じ。いい感じじゃん。丸くね、なりましたけど、ちょっとリコーダーを目指してね、我々を作ったつもりだったんですけど、まあ、ちょっとオーブンの関係上、まあね、まあ、こういう形で撮らせていただきました、はい。よかったら食べてください。いいんですか？はい。あー、そうそう。チンスコってこのザクザクっとした感じなのよ。そうなの。いただきまーす。はーい。うん、どう？結構。なんて？チンスコ。チンスコ？うん。イエーイ！成功でーす。味もそのまんまよ。意外と結構ザラザラした食感にはなったよね。なった。
美味しい。うん、味はほんとチンスコそのまんま。あんな簡単な材料でうちらの大好きなチンスコできちゃうなんて、もう私感動。感動だね。うん、浜辺の美味しい砂って感じ。なんか食感がね、なんかやっぱクッキーとは違うじゃん。クッキーではないのよ、チンスコって。まあね、うん、浜辺の美味しい砂って訳しました、この人。サラサラの砂をギュッて固めて、うん、美味しくしたみたいな口当たりなのよ、うん、これ。でもなんか癖になんな。私こっちの方が好きかも。うん、かもね。なんか歯にそんなつかない。うんうんうん。わあ、これ私しばらく食べれるってことでしょ。そうだよ。嬉しいんだけど。よかったね。甘さと塩加減もバッチリだと思います。ね、うん、岩塩ちょっと入れすぎたかなって、踊りすぎて入れすぎたかなって思ったけど全然大丈夫だったね。全然大丈夫。パラスティカ。はい、今日は2人でチンスコを作ってみました。簡単だし材料も少ないから、うん、みんなの持ちでも作れます。皆さんもぜひ作ってみてください。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。